毛利の援軍が到着し加勢し始めたか。生死とはまるで違う流れだな。どうにも時間素行軍側に都合が良すぎる展開だ。毛利はおそらく時間素行軍の干渉を受けたのでしょう。干渉を受けた。転送された情報を見る限り、時間素行軍は将たちを自軍に取り込み手足としています。目を覚まさせるためにも操られている将兵も時間素行軍同様倒す必要があるでしょう。人間を相手に戦えということか。兵士の存在は歴史に関わるぞ。無差別に切り伏せるわけにはいかない。よく考えて対処しよう。毛利はなぜ態度を変えたのか。ならせな。万国自衛兵はどこにいる。この程度。今しかないな。見せ場かな。そこだ。ぶっかける。やるな。で次は。血で汚れているくらいでちょうどいい。切る。俺は俺だ。見事。かように戦力を削られると。お前ら、あやつらを止めるのだ。生還を続けられなくなって出てきたようだ。隠れている奴はいなそうだ。残りの武将も片付けるか。またしてもお前たちか。助太刀に感謝するぞ。別に言い方をしているわけじゃない。俺たちにも目的のあるだけだ。血で汚れているくらいでちょうどいい。ソラ、任務が終わったぞ。